それでは、行きましょう。ただじゃお金、お金、俺たちはお金じゃなくラップスキルで見せていくで、俺たちならバトルよりマイクラリー、いざよいマイク、ナイスキャッチ。別にこのビートだからサンプリングとか聞かせなくてもわかるような、ほなファーストコンタクトってわけじゃないか、セカンドどうって通りでもピッチャーで最後は乾杯しようぜぐらいのラフだそう、うん、野球の話するならば俺も適当に頭回しエールライト、いや違うな、ヤガミライトみたいな頭だが優勝って最後は俺がセンターだ。ライブ踏めばネタ2018だぜ、遅れすぎマジ笑わしすぎ、そういうこと踏めないかなって言い訳やめてほしいよ。このステージは死刑台、頭冷やしてこい冷えピタッて。辛い辛い、くだらない言い回し、じゃあ俺もやる。天候は晴れ、目が曇り、いや今日は雨、茜色の空が涙かかる。そういう感じ、新鮮 OK、 皮がむけてないラップ、手抜きやめろ、俺の足元はビッセル神戸、ユナンセ。俺が悪いかな、コード毎回あえて絡まるけど、一気にこっちにスイッチってな話、お前の電源オフに切る、俺が立っちゃってオンに切るってな話だ、この話わかるか、うん、わからなきゃいいぜよ、うん、46 AKA はライコじゃねえ、罰ゲーム顔面にアイロンかけ。長そうだな、ナイトフライト、マイクスタンドなくてもマイクタイソンみたいなマイクが行、そう勝利の一服はアイスブラスト、でも貸しながらラフにやるかよ、オカマオカマ違うな、俺たちはまだまだ即興、カマばっか王国にはいない、いただくアラバスタ王女よ、噛んじゃって大丈夫、予測不可能な俺たちだから、今日はチョスを殺す覚悟持ってきた。横綱相撲の話だけど別にいい、そういういい回し、いい回ししてなくても今日はそうだ、ただから力士みたくしようだよ。 Yo 宮崎じゃなくてお前は今日から予想で言ってどうすんの、走り切るこのトライアスロン、宮崎日から見たドライマンゴー、あトライアスロン残念、ドライの方がそのトライアスロン完走しますよ。わかる、そういうこのそのスキルでドライなんの、マジ完璧、この人は強えな、この人の上だからルネッサンス、で楽しむチープなサンデー、ベノムとツバキは散りゆく定め、邪魔で全て対応するぐらいだ、俺たち二人そうだ、うちなる日燃やしてるクリティカルヒット、いただくぜよ間違いなし、スキルのなさに気づかない投資のではなく、未だに俺は静かなる投資を燃やしているぜ、ひつがや投資の豚神になっちゃ天下一キラー、あえて俺が待ちわびた展開にしたんだよ、お前とはなるためにやったった、やったと言っても過言ではないところ、そうこの二人の MC、 紫の煙炊き上げまくる草薙の剣、俺の出荷ネットマイカフォンはバットサイ、バントサイなんて長ホームランカットファシアイ、俺も入れるクロスカウンター、ワンバース目スロースターター、大丈夫すぐに6速でギア入れてくぜ、シフトチェンジャー、長ハンドルギア、ハンドルさばき、お前が半歩塞がりつつアンサー返せない、サブラコーチなってるの、コーチもしくはチキンやローの名古屋コーチよ、どんだけそんな顔したって無駄だぜよ、やったらとお前のスタイルは堅苦しい、あんその割歩みは遅めのスタイル片つむりよ、ワンバース2バース終われば花吹雪よ、頑張れよラップよりもキャラ作り、刺されたりとか撃たれたりとかしないステージの上で武勇伝作るなんてちゃんちゃらおかしいよな、俺はマジの真剣なストリートで武勇伝、よく見てみろこいつは武勇伝、いやラッパーとしての武勇伝はこのマイカフォンに注いでるから大丈夫、俺はイカれた王位主義、入れ墨入れなくてもスキルを積みつけ、リカルマダラ、お前の命を一命取り留めるだけ、でも俺の犯人の詳細それは不明のようです、どうする、こいつ被害者の名前は未明だったらどうしようかな、うん、残りワンバースが4名、最後ご冥福を祈りますよ、どういうことかあんま分からんけど、頭のサイド目は6面とか言ってたらいいかな、俺は7面上から目線って話すけど、いや、こんな感じいけるんで、俺はそうレッドブルのまなくても羽生えるし、モンスター飲まなくても爪痕残せる、そういう MC、 そう俺はそうだ、ノーアルタカじゃねえから向きっぱなし、音楽バカこの2人だ、ノーアルタカ、ホンザ翼いらないぜ、ちょっとガキな2人だからノンアルサは、いや間違いねえ、イースター日本語ラップだから、このビートの上でうまく会話し合えるような感じ、客が今日ファイシー、ファイシーのフラッグ、俺とマイクのコンビはパンピーとスラッグ、 You know
お願い神様どうあがいても俺には勝てない。俺からの反抗声明最後のネタで満足かてめえ。どれだけ負けてもアスファルトは明日はあると信じ踏みしめてきた俺たちだから京都と東京特エリアとエリア関係なく不思議な感じ昔俺たちはぶちかませるはずだ。そういう感覚あっさり来る、まあ、俺も同じように来るに見て熱量出し最終的に叩きのめす言う俺に優勝任しとけ。だから大丈夫ってな感じだ炎をふざけ入れてるトップオブザヘッドのやり方だあんよ変なとこライム置いてるからやっべ対抗者戦あん最高だぜってな感じ踊る内装させんではなくマイクが相棒だから違うって話いやこれもわからねえあんまり伝わってないけど問題はない俺たちならラブリアル俺のライムきらびやかこいつよりもラップスキルはきらびやから目の前の敵しっかり見ろ優勝がどうのこうの言い過ぎ最初に任せとけって言ったがお前を見ての話だ俺たちはまっすぐ未だにゴーストレイトつまりいらない逃走経路揺らせより清見た国に道や口実なしでも死刑執行に間違いない欠乏症ならないデスノートよ自撮りでスノートか使う JK みたいなメッキじゃないスキルも目の前強制でも強行突破よまだまだスイッチ入れる頭のコントローラーめっちゃ噛んだ感じしたが大丈夫だ情報操作アナーキーのビートの上なら京都の音楽大丈夫だよそう俺たちエナジードリンク一番欲しいと思ってる二人ぐらいだけどよ大丈夫気にしない俺の通なみんな消耗恨みや本望いただきに来たぜ俺様がプラチナゴールドプラチナゴールド音楽をやれやスポーケやってんじゃんつかなお前最初のバスで俺は俺のやり方でやるからディスるなどうのこうの言って俺がライム踏めばそれをディスるって特大のブーメラン返ってきてんぞてめえ俺はこのファミリーでよ30人組手もがって30勝してるのに俺のこのネタラップとかまだ言うやついたんだマジで不定期な意味よステージじゃ無敵な戦士俺も同じだねよつかな逆にお前にビートいらなくねただ波に乗ってとかダラダラ喋るだけのラップにビートの言う資格がないバカルがよむしろお前背後が資格ばかりなってるぜってマジでよ京都レペゼンナンバーゼッケンシングトゥーナと今マジ何負けてんねんこんなやつに危険のエース見たくすぐに返すけども俺は首切りませんって言った通りよかったなうまくなんかそういう風に繋げてよ髪切りません俺は胸張り引き立ててな感じだこの話胸張ります胸離します髪切ります髪すま美容師って言ってたやつもいたな体育祭準備みたいなノリでぶち上げる髪臭い臓器いいよゴギガギガギゴよ星に願いをゴギギガガギゴではなくゴギガガガギゴが正解だぜという頭の容量がゴギガファイトだよそういうこんな俺の方がどの容量のデータが違いすぎず裸になった衝撃は吉沢明穂こいつらのラップは一つ星あれフレイクナイフォーの荷物持ちあんま有名人とか言って俺のこと知らんけど別にいいライブミステリー毛利日高大地でテルが起こした日高大地だが俺のレペゼンは己自身俺みたいなナードも踊れる日一緒俺も同じところでやってるだが俺たち二人の言葉ストレートジャーマスキル狙う中心部言葉ひねり聞かせろツーシーム歪んで俺はそういうところそう無回転シュートじゃあ芯がブレブレだから負けちまうだろ言うなおせ俺はそういう風に社会の泥臭くにでも最後つらいだこだわる気持ちラップにかけてるお互い命桜が満開のお花見により今8月やで、ね、しっけと用の文字は体が美しいと書くなんて素敵な文字なんだよしつけしつけ首はみんなよく見てなバトルの勝敗つく前から自分の首絞めてるけど大丈夫かっこいい悪いじゃないこれはみんなの前でやるからじゃない趣味じゃボケそう趣味じゃボケ東京はゆりかもめ関西レペゼンで食い倒れ北斗のビートビートの目で俺たちは想像通りスキルはトントン拍子全部詰めてくれ大好きそう本格指導残念首締まり小村ツイスト無難性